墨田区に拠点を置く2つの大学と地域が一体となって交流を図る場となる公園が今日オープンしました。式典に出席した区長も今後の活用に期待を寄せました。今日オープンしたのは、墨田区に拠点を置く2つの大学と地域が交流するための公園、キャンパス顧問です。 千葉大学と IU 情報経営イノベーション専門職大学の間にあるおよそ2800平方メートルの空間を区が整備しましたここでは地域との交流のほか大学の研究成果を実証する場としての活用も期待されていますオープニングセレモニーに出席した墨田区の山本区長は区民に大学が身近になる実証の場 学びの場としてさまざまな活動を行ってほしいと今後の活用に期待を寄せましたキャンパス顧問では今後学生が設計した公園トイレの設置などさらなる整備を行う予定です